皆さんこんにちは、沖縄平和トーキングラジオの時間になりました。私はパーソナリティの木村明です。はい、今日は副パーソナリティになります米葉恵子です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それで今日はですね、ゲストに元沖縄大学学長で環境問題をずっと、専門にやられてきました市民活動家でもある桜井邦俊先生に来ていただいております。今日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあ後からお話はたっぷりお聞きするとして、いつものように木梨昇吉さんの、花絵をお願いします。片一方だけですね、外してもらったら僕らの声が聞こえます。あの先ほどですね、木村さんからご紹介がありましたように、桜井邦俊さんは、皆さんもよく沖縄にいらっしゃる皆さんもはよくご存知でですね、元沖縄大学学長、そして沖大の名誉教授でありますが、沖縄環境ネットワークの、世話人もなさっております。1943年生まれ、東大工学部卒で工学博士でいらっしゃいます。で、2014年に沖縄大学を退官なさってますけれども、それ以降ですね、沖縄の環境問題のですね、先頭に立って、ずっと沖縄のこの環境問題に取り組んで、来られた方です。で、あの WHO の環境専門官としてですね、あの国際的にも活躍したキャリアをお持ちですので、英語も堪能で、国際的また沖縄の
地元でもですね環境問題で活躍なさっております。ご紹介ですね、少しご自分の方からも付けさせていただきたいんですけど、ぜひいろんな活動をねやってこられてきたとお聞きしてますし、はい、いろんなところでも桜井先生お名前もお聞きしますし、講演会でも何度もお会いしましたが、はいはい、今ご紹介いただきました桜井ですけれども、私沖縄大学を退官ではありません、民間の大学です、退職でございます。ごめんなさいですね、大嫌いの私としてはよく使うもんですからそうですね、私今ご紹介いただきましたように WHO で働きまして、 WHO も南米カリブ海、中南米カリブ海で働きましたので、私の今一番使える外国語は英語ではありません、スペイン語です。スペイン語、ポルトガル語なら問題ないということですよね。で、私 WHO で働いたんですけれども、まあ私の仕事は途上国の飲み水が満足にないという人たちが飲んで当たらない水が手に入る、そういう世界を実現するというエンジニアとして WHO で働いていたんですね。しかし残念ながら私の暮らしておりましたペルー、治安が非常に悪くなって、でまあそれでこれ以上は住めないという形で家族ともども引き上げてきて、でまあ日本の JICA 国際協力事業団というところで、まあアフリカですとかアジアの国々のために働くということをやっていたんですけれども、ただ私の家内があっという間にあのように、まあ、海外で働いていたこともあるんですけどね、この健康診断が遅れてしまって癌であのようにさっと行かれてしまったために子供を残されてですね、小学生の子供を育てながら海外で働くというのはかなりきついので、日本モードにシフトしてですね、日本にいればおじいちゃんおばあちゃんがいて一緒に子供を面倒見てくれると、そういう形で日本モードになった時にですね、東京大学に戻ってこないかという形で東京大学に戻ったんですけど、私の分野はですね、先ほど申し上げた通り途上国で飲み水が満足にない人たち、その人たちの生活環境をどう改善するかという形で一番仕事があるのはですね、途上国のなおかつ貧困地域なんですよね。しかしそこに行きたいというね学生がいないんですよ。私のね教育力のなさもありますけど、こんな学生を教えていくのは人生の無駄だと思それでやめて、まあそのいろいろあるんですけれども、いろんな経緯があって、まあ、2000年に沖縄に来ることになって、まあ、沖縄に来ることになったっていうのは、私の東京の住まいがあった武蔵野の町を変えたいという形で、市民に押されて、市長選2度やったんですが、2度負けましてね、そういうことも経験されてるんですか。2度目は絶対勝つと思ったんですけれども、私情報公開を徹底的にやっていたものですから、桜井が勝つと大変なことになるということで、それはあったでしょうね。まあそんなこんな で私の恩師はウィジュン先生なんですけれども、ウィ、はいはい、さんが沖縄におられて、沖縄におられて私の、まあ、選挙戦を応援してくださったんですけれども、負けろ負けて沖縄大学に来いという沖縄大学に彼が推薦私をしていたものですから、負けたら、沖縄に来るという約束がありまして、ウィジュン先生の、ね、光景みたいな方で、沖縄に来ましてね、私やっぱり沖縄というのに来てよかった、おじさんには感謝してるんですけどね、やはり日本社会が抱えている矛盾がね、こんなにまあね、めくらという言葉は差別化のように使いたくないんですが、めくら同然のね私であってもね、いやおもなしに見えてくる、日本社会の矛盾がね、それが沖縄だと思うんですよ。ですから沖縄にいるとおかしな、日本社会のおかしなものが分かるということで、この22年間おかしいと思ったことにはおかしいという、まあ、これは私、まあね、もう人生80、ほぼ80年ですけれども、モットーですのでね、おかしいことをおかしいと言ってきたつもりですし、これからも言っていきたいと思っております。以上、簡単に。はいはい。簡単にとおっしゃいますけれども、中身がかなり詰まっていて、この中からいろいろ引き出せそうなですね、自己紹介だったと思いますね。現在79歳とね、思えない行動力ですね。いや、本当してお元気ですよ。はい、やはり、ウィ・ジュンさんのですね、後継者にふさわしいというか、本当ですね、ウィ・ジュン先生の方も、沖縄の環境問題にですね、取り組んで来られた方でしたね。はい、僕も自分も内定なんですけど、僕、桜井先生も沖縄の方だとちょっと思い込んでいました。はい、でもお名前からしたらやっぱ違いますね。桜井という名前はね、はい、なかなか沖縄にはないですので、はい、すぐは私たちにはよくわかるんですけれども。はい。はい、
で沖縄にですね日本が抱える問題、つまり日本問題が沖縄問題として象徴されている、凝縮されていると、うん、そうした場合に沖縄に来たら日本がよく見えるとよく言われるんですけど、それでも見えない人たちが多いですよね、うんうん、まあそういうね、でもやはりそれはあると思いますけど、特にやっぱり沖縄の、まあね、PR されているものとしてとても自然が素晴らしい、はい、という形で、まあ、観光が主産業になっているんですね、うんうん、そういう側面しか見たくないという方もね、そうなんですね、うんうん、そうなんですよ、はい、それはあるけれども、しかしその素晴らしい自然なり文化なりを破壊しているものは何かという、ね、そういうことなんですよ、ね、うん、でそうなんです。で沖縄問題ということはイコールこれは安全保障問題 で、ね、イコールこれは日本の問題なんですけれども、うん、沖縄だけに背負わされていて、沖縄の美しい自然環境をアピールしながら褒めたたえながら同時にそれを破壊しているのが日本だという構造があって、この環境問題すべて米軍基地に結びついていくという現状がですね、うん、あるわけなんですよね、今PFAS 問題がやっとですね、皆さん の注意を引くようになったと、うん、これまでずっと言ってきたのにもかかわらずなかなかそれが問題として皆さんに認知されてなかったっていう現状があるとは思うんですけど、うん、どうでしょうか。はい、その通りだと思うんですね、うん、その通りだと思うんですが、しかしそこで重要なのはですね、私はやはり軍事基地がもたらす環境問題 の典型例が今我々が直面している PFAS の問題なんですけれども、同じように軍事基地がある韓国とね、我々まあ市民レベルで交流するわけですけれども、韓国と日本でねやっぱり違うんですよね。日本の場合はですね、限りなく沖縄に問題を押し込めてしまってるわけですよ、ね、そうなんです、わずかこれ沖縄島 0.33% ですね、日本全体のですね、その中に米軍基地 70% を押し込んでる。一時期は 75% でしたね。そうです。で、ということでですね、本土にいればですね、見たくないものは見なくて済むんですよ。そうですね。で、ということでですね、特にメディアもそうなんですけれども、本土メディアはですね、沖縄のことを、沖縄が抱える問題についてほとんど報じない。そうですね。ですから本土の人たちはですね、知らんぷりをしてる。知らんぷりができる、本当に知らない人もいるし、知らんぷりもできる、ところが韓国の場合は全土にですね、米軍基地がやっぱり広がってますので、韓国の場合には日本のようなこんなひどい知らんぷりの状況はないというのをですね、私は沖縄にいて感じるんですよ。ですから沖縄の抱える問題、沖縄が日本社会に提起する問題はやっぱりメディアが、本土メディアがですね、全くこのことを報道しない、それで皆さんいいんですかと、で日本の未来、アジアの未来のためにこれでいいんですかという問いがね、やっぱり私はあると思います。そのメディアの問題は本当に大きいということで、この、まあ、FM 宜野湾のね、沖縄平和トーキングラジオもそうですけれども、僕らが4月から始めたISF 独立言論フォーラムでは、その本土のメディアがあまり伝えない問題、特に沖縄の基地問題関連した問題をですね、一貫して特集で取り組んでますし、PFAS の問題も取り上げさせていただいて、桜井、ね、さんなどにも書いていただいてますよね、はいはい、本当ありがとうございます。はい、今回もこれをね、また YouTube でアップして編集してアップさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。それではまず PFAS とは何かという問題から少し入っていただければ、簡単にまあイントロですけれどもね、PFAS というのは有機フッ素化合物なんですけれども、これ実は自然界にはなかったものなんですよね、人間が合成したものなんですけれども、これが非常にですね、化学物質で優れている、熱に強い、ということがあってですね、この性質のためにですね、この有機フッ素化合物、今市場に出回っているのは5000種類近くあると言われてます。5000種類もあるんですね。で、次々とその便利さのために、特に焦げ付かないフライパンなんかで、そのテフロンなんかその典型ですよね、という形でいろんなものに使われているんですけれども、沖縄の場合にはですね、一番問題になっているのは泡消火剤、米軍がですね、あれ自衛隊もそうなんですけれども、飛行機が火災を起こした場合にですね、それを消す泡消火剤として使われてるんですね。これがもう50年近く使われていて、で沖縄の地下水を汚しているわけです。でこれがですね、健康に影響があるということが近年急速に明らかになってきてるんですね。
そういう中で日本は非常に立ち遅れていて、世界がこの PFAS の健康影響について次々と明らかになるにつれて規制を厳しくしているにもかかわらず、日本は非常に後追いなんですよ。その犠牲に一番なっているのが沖縄で、沖縄の場合にはですね、嘉手納基地に汚染された、水を原水としている北谷城水場、北谷城水場というのは7つの市町村45万県民、3分の1の県民ですよね、それに給水しているわけですけれども、その人たちに健康影響が出ているはずだと思われるわけですけれども、しかしこの北谷城水場が汚れているということがですね、沖縄県民が知ったのはもう7年前なんですね。7年前ですか。2016年の1月20日ですね、1月20日に琉球新報がPFOS 汚染があると報じたんですよ。最初にね。それは最初のスクープ。これは水を供給しているのは沖縄県のですね、企業局ですので、企業局はその年の6月にですね、立ち入り調査を要求したんですよ。要求はしたんですね。しかしですね、米軍は何と言ったかというと、日本には PFOS に対して何も規制値がないでしょ、規制してないでしょ、規制してないのに立ち入りを認めないという、こういう理由で断られたんですよ。で、アメリカは2016年にアメリカの環境保護庁ですね、は飲み水の場合に1リットルあたり70ナノグラム、ナノというのは10のマイナス9乗、10億分の1です。10億分の1グラム、1リットル中に10億分の1グラム、これが1ナノグラムパーリッターですね。それの70倍、70ナノグラムパーリッター以上の場合には飲み水としては不適だというのをアメリカの環境保護庁出してるんですね。これ2016年です。それに倣って日本政府は2020年にそれよりやや厳しい、日本人の体格が小さいですから、だから70ではダメで50だという形で出したんですね。この50、というのを、2000年に出したわけですけれども、その基準で、は非常に問題があるというかですね、今世界中で急速に厳しくなってるんですよ。アメリカの場合には今年の6月15日に環境保護庁はですね、従来の基準を約3000倍厳しくしたんですよ。3000倍、3000分の1にしたんですよ。ということでやってるんだけれども、日本は全くそれに追いかけない。で、先ほどの話に戻りますと、日本政府が今年の、2020年の4月に、飲み水の、監督官庁は厚生労働省ですから、厚生労働省がアメリカの70に倣って50というのを出した、新しい基準を出した、暫定の基準ですけどね、それを根拠に、沖縄県の企業局は日本政府も基準を出しました。それに照らして問題ですと、だから立ち入り調査をさせてくださいということを改めて米軍に要求しましたけれども、梨のつぶて、この梨のつぶての原因は日米地位協定3条だということですね。排他的管理権という形で、今に至るも立ち入りはできないということが続いているわけです。韓国なんかはね、その協定を変えて基地内に入れるようになってますよね。韓国はですね、地位協定は2度変えたんです。2度も変えたんですね。日本はですね、地位協定は1960年に結びましたけど、60年からこの方一度も変えることができないですね。政府は変える意思がない。変えろ変えろというのは我々はね、こんなのはおかしいと、こんなの主権国家としてあるまじきことだと言ってるんですけれども、しかしですね、日本政府はそれを、聞こうとしない。で、問題が集約しているのは沖縄ですから、そうなんですよ。だから 99% の本土の国民も知らんぷりをする、本土メディアも知らんぷりをする。そうですよね。ところが韓国の場合はですね、全土に米軍基地がありますから、はい、一言ではないという形で、そうですね、二度地位協定を変えたんですね。ところでですね、今のことで申し上げたいんですけれども、この地位協定が障害になっているということでですね、沖縄県は他の国の地位協定調査というのをやったんですね。米軍はですね、世界中に基地を作ってるわけですよ。当然のことながら地位協定をその国と結ばなければなりません。それぞれの国の地位協定ではどうなってるのか、例えばこういう時に立ち入りができるのかできないのか、日本は立ち入り権を放棄してますよ。ところが、同じ敗戦国であるドイツは立ち入りができます。イタリアも立ち入りができます。
それからいろんな法律があります。いろんな法律を米軍基地に適用するのかどうなのかってのを調べたところ、日本では原則適用しないことになってる。ドイツ、イタリアでは原則適用なんですよ。こういうふうに比べてみてもですね、日本はクエスチョンマーク、主権国家なのかなんです。本当ですね、根本が問われてますね。主権国家じゃないよっていうことを示してるんだけれども、うん、なんで本土の国民はね、これ黙ってるんですかって、こんなのは主権国家じゃありえないことですよ、はい、ということなんです。やはりね、だから先ほど桜井さんがご指摘なさったように、うん、沖縄に問題をですね集約してるからだと思うんですね。で、私も若い頃は分からなかったんですけど、戦後沖縄の基地の集約度っていうのは何ですか、 11% で全国が 90% 近かったわけですよね。それが1951年のサンフランシスコ講和条約で独立した日本で各県で反対運動が起こって、それを米軍占領下でものが言えない沖縄にどん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 移動させられて、そうですね、海兵隊などもそうですよね。結局 50% 近く沖縄に基地が集約、集中したと、はい、そしてまた1972年になってから、うんうん、さらに増え続けて今 70%、 日本復帰以降もさらに増えたんですね。つまりだから沖縄の人たちは復帰によって米軍基地がなくなるという夢を描いて復帰したにもかかわらず逆に増えたという結果なんですね。この桜井さんがおっしゃった今比較調査の結果はネットでも公開されてますの で、うん、ですね、ぜひ皆さんにも、ね、はい、読んでいただきたいなと思います。デニー玉城知事になってからの調査ですよね。県庁のホームページでも公開されてますよね。先ほどの地位協定の外国への調査の結果についてはですね、私の友人でオーストラリア国立大学の名誉教授のガバン・マコーマックさん、あ、はいはい、マコーマック、ね、私もよく知ってます。彼が属国という本を書いてる、はいはい、かなり前、はい、クライアントステイツというんですか、ね、外風者から、はい、いや、まさにね、彼これは、ね、もう属国でしょうと、日本は、はい、属国以外の何者でもないんだよ、ね、ですよ、主権国家ではない、はいはい、ただですね、僕は米軍基地を置いてる国は多かれ少なかれ属国だと思うんですが、日本が特殊なのはね、自発的に受け入れてると、進んで従属しているという、ちょっとこう形容矛盾なんですけど、そういうところがあるのが日本の特殊性だと思います、うん、オーストラリアもある意味では僕はアメリカの属国になっていると思うんですけれども、それがマコーマックスも言われてますよね。日本がもう例外的に異常ですよね、はい、だから先ほど桜井さんがご指摘なさったように、うんうん、それは沖縄にだけ問題を集約させてるからそうなっちゃうんですよ、まあそういうことね、民間に感じることができないんですね。そういう意味では沖縄差別はなくなったみたいに感じてる人が意外と多いんですけれども、うんうん、差別の構造は未だにあるということなんですね、うん、はい、まあ、そこら辺の根本については、まあ、敗戦以後未だにですね、米軍の占領が続いているということで、私どもね、こう2013年にですね、終わらない占領という本をですね、私と孫崎さんの、受けるさんの教編著で出したのが原点でありますけど、実は今年の2022年3月に出た本が終わらない占領との決別ということで、はい、これは私の編著で、関東原は前回と同じく鳩山由紀夫先生にですね、書いていただいて、対米自立問題をこれまで発言されて書いてこられた方、そうそうたる方に書いていただいてるんですが、米長さんとですね、荒垣剛さんにも沖縄からね、書いていただいて、私はそうそうたる方の本に入ってませんがいや素晴らしい論考でした。で、日米合同委員会の存在もね、やっぱり大きな問題があるということで、そういうお話も、はい、中にありますので、ぜひ見ていただけると思います、うん、でちょっと桜井さんにお聞きしたいのは、はい、最近市民団体が住民の血液の濃度を検査したわけなんですけど、はい、その結果宜野湾市民が2倍強基準値の2倍強ですかの結果が出たということなんですけど、ちょっとこの調査結果についてお話、はいはい、お聞きしていいでしょうか。ですね、今の件ですけれども、はい、私ども団体ですね、何という団体かというとですね、有機フッ素化合物 PFAS 汚染から市民の生命を守る連絡会ということなんですけれども、私その共同代表を務めてるんですけれども、はい、我々はですね、繰り返し沖縄県に対してですね、
やっぱ PFOS 汚染があるじゃないかと、はい、でまあ、茶壇浄水場45万の県民が飲んでいる、この健康影響はどうなのかということをですね、これは県民の健康に責任があるのは県の行政でしょ、うん、調べないでどうするんですか、調べる調べるということを 要求していたんですけれども、やらないんですね。なぜやらないかというとですね、血液を調べても、日本にはこれ以上がまずいというね、基準がそういう判断基準がない、うんうん、判断基準がない中でデータを取っても、そのデータの取り扱いに困ると、これがやらない理由なんですよ、ね、ともかく私に言わせれば役人というのはやらない理由を考える、そうそうそう、これが仕事だと思うんですけれどもね、ともかくそういうことでやらない、だったら我々がやって、でその結果を突きつけてですね、これはもうちゃんとやらないといかんでしょと、そういうことのためにやったんですね。記者会見されたんですよね。記者会見しました。県庁でね、10月15日に記者会見しました、はいはい、記者会見につきましては11月の25日には外国人記者クラブでも記者会見しますけれども、あ、今度ですか。そうです、そうです、これ東京の方で、東京で、あ、それは素晴らしい。それでその、まあ、記者会見でもですね、あの発表しましたけれども、うん、我々はですね387名の方からサンプルを取ったんですね、はい、結構な、6つの自治体の7地区で取ってですね、うん、で合計387サンプルを取った、うん、今年の6月7月に取りましてですね、うん、で分析は京都大学の原田先生、今の日本でですね、うん、一番 PFAS 問題について研究されている方です、うん、この方に分析をしていただいて、でその結果が明らかになったんですね、はい、その明らかになった結果、大変重要なことがいくつか出ましたのでお話したいと思いますけど、はい、調べたのは PFOS、うん、PFO は PFHEXS というですね、うん、3つの PFAS 化合物なんですけれども、うん、我々はですね6地区でやったんですけれども、うん、6地区のうち1つは大宜味村なんですよ、うん、大宜味村というのはですね汚れてない場所という形で選んだんですね、はい、汚れてない場所、はい、で比較するためにね、比較するために、はい、比較が必要ですから、はい、で大宜味村は大宜味村の簡易水道から水を取ってるんですよ、はい、ですから、茶壇浄水道の水は飲んでおりません、はい、それと大宜味村には米軍基地がありません、はい、こういうことから我々は大宜味村を選んだんです、はい、対象地区としてね、はい、そうしましたところ、大宜味村はその他の豪地区豪地区6カ所なんですけどね、うん、に比べると明らかに 血液中の PFAS 濃度は低い、うん、明らかに低い、これはまあ予想通りですね、うん、しかし全国より高いと出たんですよ。全国というのはですね、環境省が毎年全国のいろんなところのサンプルを取って調べてるんですね、うん、はい、その2021年の全国調査よりも高いんですよ、大宜味村といえどもですね、うん、でこの差は何なのかって考えてるんですが、一つはですね、はい、年齢差がありそうなんです、年齢差、うんうんうん、我々の調査はどちらかというとお年寄り中心になってしまったんですね、18歳以上やったんですけれども、で大宜味村の場合平均年齢が 60.9 歳でした。ところが全国の方のサンプルはですね、これ143.2 歳なんですよ。63.9 に対して 43.2 歳、うん、20近いんですね、はいはい、この差は非常に大きいと思われます。と言いますのはですね、はい、今回調べた結果分かったのはですね、 PFOS 濃度は PFAS 濃度は年寄りほど高いんですよ、うん、急激に高くなります。60を超えると急激に高くなります。つまり 体内に蓄積している量なんですね。で特に女性は生理がありますので、生理のある時はですね、このまあ、体外に PFAS を排除しますので、うん、男性と女性を比べると男性の方が高い。あ、体内に残る確率が高いからですね。年齢差で見ると年寄りほど高い、うんうん、ということでこの大宜味村と全国を比べた場合に差があるのは、一つには年齢差と思うということがあるんです、はい、さてそれで、はい、今回ですね、今ここで宜野湾の FM 宜野湾でお話しさせていただいてるんですけど、ね、はい、宜野湾ではですね2つの地区をサンプルしたんですよ、はい、1つはこう急なんですね、はいはい、急な地区差があるんですよ。ああ、そうなんですか。急なが高いんじゃないですか。おっしゃられた通りなんですね、はい、まあ、急なはですね、あの同じ茶壇浄水場の水を飲んでると思うんですけれどもね、しかし急なの場合はですね、チュンナガっていうのは、ね、そうなんですよ。チュンナガっていうのは、うん、まあ普天間飛行場、うん、の、
消火ピットがあるところの下流にちょうどなるんですね、うん、消火ピット、そこでこの消火訓練をして、うん、泡消火剤を使っているところ、うん、普天間基地ですね、うん、そのちょうど地下水の下流のところになるのが春名川で、うん、そのチュンナ川の水をポンプアップして上に溜めて、それを喜友名の皆さんはですね、全てとは申しませんけれども、まあ山水に使っている、野菜作りに使っているという形で土壌に染み込むわけですね。そうですね、野菜から飲料水ではなくね、飲料水ではなく野菜で取っている、はい、あるいは土壌が、ま、飛び散って土壌を花から吸引しているというですね、飲料水以外のルートが喜友名の場合にはあると思われるという形で、喜友名と永田と比べると明らかに喜友名の皆さんの方が高いという結果が出てるんですよ。わかりました。かつてはね、チュラ水として知られてましたけれどもね、はい、この続きはまた後半でまたお聞きしたいと思いますので、はい、それではいつもの通り坂本九さんのですね、上を向いて歩こうをお願いいたします。それでは後半ということで、はい、先ほど の調査の結果も含めてもう少し、はいはいはい、ご説明をお願いいたします。今回ですね、387名の方の協力を得てですね、まあ血液の中の PFAS 濃度の調査をしたんですけれども、うん、その結果いくつか重要な事実が明らかになったんですが、それを皆さんと共有しておきたいと思いますけどね、はい、一番目はですね、環境省が毎年全国で実施しているその全国調査との比較においてですね、うん、明らかに沖縄の PFAS 濃度が放置できないほど高いということが明らかになった、はい、年齢差の問題はあるけれども、年齢差を調整したとしても明らかに沖縄は高い、うん、そして2番目ではですね、
PFOS はチャタンとキウナが高いとかですね、PFOA は菌が高いといって地域差があるんですね。ほうほうほう。でこの地域差も非常に重要だと思うんですけど、うん、ここ宜野湾はですね、あの茶炭浄水場の水を飲んでいる、茶炭浄水場の水を飲んでいる方々は PFOS が高いんですね、うんうん、ところがですね、菌の場合はですね、汚染源が違うんですね。菌の場合はですね、茶炭浄水場の水は飲まずに地下水を汲み上げているわけですけれども、その地下水はあの砂漠場があってですね、はい、もう50年ぐらいやってるじゃないですか、はい、そこで山火事が起きるとですね、うん、米軍が火を消すために泡消火剤を山に吹きかけるわけですね。それが地下水となって、うん、潜ってくる、うん、それを菌の皆さんは汲み上げて飲んでいたわけです、うんうん、ところがキャンプハンセンの米兵はどうしてるかというと、うん、北部ダムの汚れてない水を飲んでるわけですよね、うん、彼らは汚れてない水を飲んでる、うん、菌の皆さんはそういう形で地下水を飲んでいた、うん、その地下水の PFOS の汚染の主体が PFOS ではなくて PFOA だということで、明らかに汚染の、まあ、原因が違うということも明らかになりましたよっていうことですね。それとまあ、あの先ほども申し上げました通り、お年寄りに非常に集中しているということ、うんうん、それから 女性より男性の方が多いということも明らかになりました、うんうん、それと同時に我々が気にしたのはですね、非常に、考えたのはドイツには基準があるんですね。ドイツには HBM2 というのがあるんですね、うんうん、HBM ヒューマンバイオモニタリングのこの略なんですね、うんうん、それの2と2というのはですね、これ以上だったらばやはり、行政は緊急に暴露提言策を取らないといけないと、これ以上は危険というレベルなんですね。この HBM2 というのがですね、はい、超えた人が387人中27人もあったということなんです。つまり、ドイツが定めている基準をね、これ以上はまずいよっていう基準を超える人が27名もあったということ、これはねぜひ皆さん知っていただきたいと思います、はい、沖縄の PFOS 汚染は大変深刻である、はいはい、でちょっとお聞きしたいのがですね、はい、米軍基地関連で PFOS 関連 の環境汚染が明らかになっているのは嘉手納、普天間、それ以外も米軍関係ですか。今のですね、はい、木村さんのご質問は非常にありがたい質問で、実はですね、米軍基地があってそこで泡消火剤を使ってそこが地下水を汚してという形でね事故が何回かありましたよね、報道が、もうあるんだけれども、はい、それだけではそれ以外にもこの那覇の自衛隊の、そうですよね、ありましたね、はい、ありますよ、自衛隊も使ってたんですよね。それとさらにあるのはですね、実は茶炭でもそうなんですけどね、はい、茶炭の浄水場で綺麗にするために活性炭を使ってるわけですね、はいはい、活性炭で PFAS を吸着しようとしてるわけです、はい、吸着して疲れた活性炭をどうしますか、廃棄しますよね、うんうん、ただ廃棄するんじゃなくてそれいろんなものに使ってるんですよ。それと下水処理場が茶炭にあるんですけど、うんうん、そこに流れ込んでくる排水に PFOS が入っていた場合、うんうん、それは泥の方に行っちゃうんですね、うんうん、活性汚泥という泥になって、うんうん、その泥はね有機物ですから肥料としてね、あちこちで使われてるんですよ。でアメリカで一番大きな問題になってるのは、はい、バイオソリッドと呼ばれるね、下水処理場からの PFAS を吸着した泥が農業利用されている、うんうん、有機肥料として、うんうん、これがね汚染をばらまく大きな要因になってるんですよ。アメリカではもう PFAS 問題といったら下水処理場の汚泥をそういう有機肥料として使用するバイオソリッドって言ってますが、これが問題だってことは常識なんですよ。ところが日本はまだ常識ではない、はい、知られてないですよね、常識ではない。しかしね、沖縄のいろんなところでね、うん、やっぱ調べると出てくるんですよ。で基地周辺だけじゃないですね、基地がもともとと思われるんですけれども、はい、それは基地周辺とは限らないということ。で先ほどの大気味の問題もね、うんうん、大気味の問題も我々一つその原因、私もそう感じました、あり得ると土壌汚染があるんじゃないかなと思います。そういう形で汚泥をですね、肥料としてあちこちに有効利用している、うんうん、これが原因じゃないかとも思われる、はい。なんか沖縄って長寿県として知られていましたけれども、そのランキングがどんどん下がってますけど、これやはり
アメリカ占領になってアメリカの文化になってきて伝統的な食生活が変わってきたというのもあるんですけれども、やはり米軍基地ゆえのですね、いろいろな健康被害がですねやっぱり出てきてると思うんですよ。あの PFOS だけじゃなくてね、カデナだったら騒音のですね、夜中の騒音でですねいろいろな体調不良になるのはもう分かることなんですね、はい、なのであのどうですかね、すぐあのやっぱり聞かれるのは、じゃあ具体的に健康被害がどう出てるのかということになると思うんですけども、どうこれからの調査にはなると思いますが、その今のですね、ヨナさんのご質問は大変重要であるけれども、お答えがなかなか難しい質問なんですね、はい、というのはこれ疫学調査というので相当たくさんの数なんですよ。健康調査をしないと出てこない、うん、例えば私が何かの病気であるとしてもそれが PFOS のせいだという形で1対1ではなかなかね、あの論証できないわけですよね、うん、それを集団として見た場合どうかということで、うんうんうん、そこで一つ言えるのはですね、うん、沖縄の場合には低出生体重児という問題があるんですよ。これは生まれてきた時の子供がですね、うん、2500グラム未満の場合、うん、これを低出生体重児というんですね、うんうん、もう低出生体重児原因はいろいろあると思うんですよ。例えば沖縄の場合はですね、女性が割と若くしてまだ体が十分育ってないうちに結婚して子供を産むというようなことがやっぱり全国的な平均からするとズレがあるわけですよね。結婚する年齢が若いですからね、はい、そういうようなこともいろいろ原因があるんだけれども、うん、一つ原因だと考えられているのはやっぱり PFOS なんですよ、うん、北海道大学の岸玲子先生という方がですね、うんうん、この PFOS の、まあ、血中の PFOS 濃度が高い母親と低い母親と比べてですね、そうした場合生まれてくる子どもはどうだと比較した場合にですね、うん、明らかに PFOS 血中濃度が高い母親から生まれた子供の方が低体重ということですね。低体重の一つの原因は PFOS と思われるというね、非常に重要な研究があるんですよ。はい、それにあれですよね、あの中部にですね多いってことはやはり中部っていうと米軍基地ですからね。そうですね、はい、それで今少し全国のお話も出ましたけれども、はい、そこら辺も含めて少しお聞きしたいんですが、沖縄環境ネットという、はい、あの市民団体、その代表、代表というか、世話人ですね。10人の世話人で、我々共同運営して、はい、もうされていて、こういう通信もね、はい、93号、これ一番新しいんですかね、はい、出されているということで、年に4回出してる、はい、ここでいろんなこう活動も紹介されていますけど、少しありましたらお願いします。はい、沖縄環境ネットワークというのはですね、はい、1997年に発足したんですけれども、うんうん、その前の25年ぐらいですね。その前の年96年にですね、日本環境会議、うん、日本環境会議というのはですね、今までに全国大会を沖縄で3回開いてるんですね。3回開いてる、その2回目に当たるのが1996年の全国大会で、うん、その全国大会で決議事項の中にですね、はい、沖縄では市民運動をつないでいくようなネットワーク的な活動が必要だというアドバイスがありましてですね、でその翌年ですから、そのアドバイスを受けてその翌年の1997年に沖縄大学にその当時、まあ教授として在職されていたウィ・ジュンさんを中心にしてですね、沖縄環境ネットワークというのを立ち上げたんですね。私は2000年に沖縄大学に赴任しましたので、赴任早々からこのネットワークに加わっております。でその活動はですね、やっぱり沖縄の環境問題、沖縄というのはいろんな島々がありますから、島々をつないでいくような形が必要なんですけれども、それを全国に発信するという中で、しかし全国だけでなくて世界の NGO ともつながるという形でですね、やってきてるんですね。その代表例として2003年の3月、イラク戦争の直前に開いたですね、はい、軍事基地環境問題に関する国際シンポジウムというのを沖縄大学でやったんですね。ああ、そうなんですね。これで、まあ、韓国からの人、ベトナムからの人、アメリカからの人、いろんな人とが来てですね、我々交流してですね、この国際的に市民が相互に学ぶというのはとても重要なんですよ、はい、一例を挙げますけれども、その時にですね、我々は日本ではですね、呪言裁判というのをやろうとしてたんですね。呪言もね、辺野古新基地を作ると呪言がいなくなっちゃうんじゃないかと、まあ、特に呪言いなくなりましたけれどもね、はい、その呪言についての裁判をアメリカでやろうとしてたわけですね。アメリカですね。原因はアメリカだから、はいはい、アメリカを訴えようと、アメリカを訴える。しかし呪言というのはですね、これは絶滅危惧種ですよね、うん、それとアメリカの法律で言えば、うん、エンデンジャーズスピーシーズアクト、
絶滅の危機にある種の守る法律、うん、まさにエンデンジャースピーシーズアクトがドンピシャだろうと思って、うんうん、我々はこの法律でアメリカ米軍を訴えるつもりだったんですよ、うん、サンフランシスコ地裁でですね、うんうん、ところがそこでこの交流したねアメリカの市民団体 CBD ですね、うん、センターフォーバイオダイバーシティ、センターフォーバイオダイバーシティのピーター・ガルビンさんがですね、うん、それじゃダメだって言ったんですよ、うん、それじゃ勝てないと門前払いだって言ったんです、うん、なぜかというとですねアメリカは環境法は基本的にアメリカ国内しか適用しない、うん、したがって米軍の日本アメリカ国外での行為を縛る環境法はない、はあ、しかしただ一つ例外があると、うん、国家歴史保存法だけはアメリカ国外も適用と、うん、国家歴史保存法というのはですねアメリカは1980年に世界自然遺産条約に加わるんですよ、うん、世界自然遺産条約に加わるためにはアメリカ国内の自然遺産をね守るだけでなく海外のアメリカ国外の世界自然遺産といえどもアメリカが害を与えられた時にはそれを縛るというねアメリカ国外にも適用するそういう法律に改定しないと条約に加われないわけですよ国際条約に。ですから1980年に条約を改定しましてねで国家歴史保存法だけはアメリカ国外も適用となったんです、うん、だからこれで争いというアドバイスもらったんですよ。そのアドバイスに従って我々はサンフランシスコ連邦地裁で国家歴史保存法に従ってそれに米軍は違反すると、うん、これ裁判所も認めて以後の地方裁判もつながったんです、うん、少し望みが出てきたわけですね。そういうわけですね。はい、やはりねお互いにね我々韓国からもいろいろ学ぶことあるんですよ、うん、弁護士なんですね、うんうん、という形で市民同士が相互に学ぶこれがねとても重要だと思います、はい、でこの通信で紹介されているのが6月25日に日本環境会議と沖縄環境ネットワークの共催で開催された沖縄特別シンポジウム、はいはい、琉球湖における防衛施設整備と環境問題ということで、はいはい、これを少し説明、はい、あのですね、今我々、まあ、沖縄環境ネットワークに限らず沖縄に暮らしている市民がですね、はい、最も懸念しているのがですね辺野古の米軍基地だけではなくて次々と琉球湖の島々が、はい、自衛隊基地が整備されていく。そうですね。で台湾有事は日本有事、はい、というような形でですね安倍元首相が、ね、亡くなられた発言されましたね。安倍さんの大変な遺産なんですけどね負の遺産ですよね。負の遺産ですね、はい、2015年に安保法制を改定した、はい、これも負の遺産です。で集団的自衛権がですね、はい、もう通るようになった、まあ、戦争のできる国にしたわけですね。憲法違反ですよね、はい、憲法違反の法制度なんですけれども、はい、これで台湾有事になれば日本有事でそこで戦うのは中国と戦うのは実は日米両軍なんだけど実は自衛隊なんですよ ね、 そうですね。日本なんですね。日本なんです、うん、でその時に琉球湖の島々は戦場になる巻き込まれる。そうです。77年前の沖縄戦が再来する。そうなんです。でウクライナならば陸続きで逃げられるかもしれない、うん、琉球湖の島々はですね、うん、これは繋がってないですから逃げられないわけですよ。本当ですね。で今ね展開されてるこれから11月にもですねまた日米両軍がですね、うん、合同演習やろうとしてますけれども、うん、そこでやろうとしてるのはですねまさにここを戦場にするここに暮らしてる人たちのことを全く考えてない。本当ですね。考えてるのかと思ったらシェルターなんてことを言い出してるわけですよ、ね、はいはい、シェルターなんかに逃げられますかと、ね、またしかも核戦争になる恐れも大いにあるわけです。恐ろしいですよ。というようなことですね、うんうん、我々はこの、うん、6月25日にですね、うん、まあ、これ6月25日というのは6月23日が慰霊の日で、この慰霊の日にですね日本環境会議の名誉理事長の宮本健一先生がおいでになると。でぜひね今年は沖縄の本土復帰の50年、本土復帰50年の年だから、うん、ぜひ日本環境会議の全国大会をやりたいけれどもコロナでできないと、うん、過去3回全国大会やったけれど4回目やりたいけどできない、うん、せめてシンポジウムをというですね宮本先生の強いご希望で、うんうん、この、 彼が6月23日の慰霊の日に来られるとということで6月25日にやって、でぜひ玉城デニー知事にも会いたいという形でこの中にもありますけど玉城デニー知事と、ああ、ね、あの6月26日に、はい、記事が、ね、掲載されてましたね、はい、でやらさんから、
まあ、沖縄ではですね歴代8人の知事の方がおられるんですけれども、宮本さんはですね8人の知事全部にあった、うん、方なんですね。あって、で沖縄はどうすべきだということをずっと提言されてこられた方なんです、うん、でこういう形で、まあ、あの日本環境会と私どもの沖縄環境ネットワークの共催で、はい、琉球湖の島々がこの軍事要塞化されたら一体どういうことになるのかという議論をここでしたんですけれども、うん、その時の約束で12月には東京から全国に向けて琉球湖の軍事要塞化が一体どういう意味を持つのかということをね、うんうん、全国発信しようという約束だったんですね、うんうんうん、という形で本年12月17日には、うん、明治大学の駿河台キャンパスで、うんうんうん、このパート2という形 で、ね、あ素晴らしい、12月17日ですね、12月17日です、ぜひそのチラシをですね、はいはい、ISF でも注目イベントでアップさせていただきますので、はい、よろしく。ということで、あれですね、環境問題だけではなくて、うんうん、こういう本当に政治的に重要な問題にも関わってくださっているということですよ。全部繋がりますもんね。そうなんですね、はい、で先ほどの台湾有事は日本有事ということなんですけども、日本とアメリカは一つの中国を国際的にも公的に認めてますよね、はいはい、つまり台湾は中国の領土だと認めてるわけですよ。それをですね、しかもあの台湾と中国は国交を回復の際に台湾が独立を言わない限りは現状維持を保つと、うん、武力介入なんてないと中国は約束してるわけですから、はい、それなのにあの台湾に関することで日本有事だというってことは論理的にもうすでに日本は破綻するようなことを言っていまして、結果的にそれはもしですよ、日本があの今先制攻撃も辞さないことを言ってますから、そういうことをした場合には日本の中国への侵略戦争にしかならないんですよ。それをね、日本国民も分かってないんじゃないかと、防衛戦争だと勘違いしてるんじゃないかと。今のおっしゃられる通りなんですけど、本当にそうです。そのことをメディアが報じてないんですよ。そうなんですよ、簡単なことですのに、はい、なんて言うんでしょうか、あの防衛のための戦争だとみんな信じてるんです、はい、おかしいですよこれ、考えたら分かることなんですけどね、はい、片方で今年は沖縄の本土復帰50年の年ですけども、ね、日中友好の、ね、50年の年でもあるわけですよ、はい、そうなんですよ。しかしね、そういうその日中友好の50年の年であるにもかかわらず、うんはい、平和、ね、対話、うんうん、対話をするという努力を、ね、ほとんどしてない。そうです、ね、平和外交なんて全然やってませんからね、はい、すみません、あの時間の関係もありますので、さらにもう少しお知らせもあります、11月5日に明日ですね、はい、あもう明日だ、はい、これは世界のうちなんちゅうとともに考えるということで、命ぬ水ぬちぬ水かなの問題が、なされますね。宜野湾、あ宜野湾ですね、この市民会館大ホールで1時から、始まるということで、ぜひ皆さんに参加していただきたいと思います、はい、これはどういう形で、あこれ、はい、我々の PFAS 問題を取り組んでる、あ我々も参加します、ね、いろんな方たち、はい、ああ木名正吉さん、木名正吉さんとなんか、はいね、あの世界のうちなんちゅの方からつながりがアーティストが出るみたいですね、はい、で先ほどのお話で言えば記者会見をあの外国人記者クラブでされるのが11月の、はい、11月25日です25日、11月25日のですね午後1時から外国人記者クラブで、はい、その午前中はですね、はい、議員会館で勉強会、あそれがあるんですね、はい、それもやられて、午前中11月25日の午前中に議員会館で勉強会、はい、午後には外国人記者クラブで記者会見、で12月17日には先ほどの第2回のね、はい、問題もやられると、東京から日本全国にですね、はい、この今進んでいる、琉球湖の軍事要塞化がもたらす、戦争に我々が自ら突っ込んでいこうとしている、はい、この事態をやっぱり日本全体の危機として捉えてほしいと。ですね、そうですね、沖縄での、ね、運動が日本の戦争暴走を止められるかどうかですよね。もうぜひ櫻井国俊先生に、懐かしさんにはですね、先生と言わないでくれと本人がおっしゃってました、はい、国俊さんにはですね、健康に留意されながら、ますます頑張っていただきたいなと思います。そうですね、私ども、東京でも拠点でやってますのでね、ぜひ取材もさせていただきたいと思いますし、今日の PFOS 問題でやっぱり一番重要なのは、住民の健康調査を
国自治体もちゃんとやるということと、基準を明確にですね、国も県もね作ってほしいですね。より厳しい。我々は今年アメリカがですね3000倍厳しくしましたので、それも参考にしながら、そうですね、日本は法律を作ると、はい、立法化をせよということをね、はい、それが一番大事な点だということで、うん、はい、今日は本当に貴重なお話をですね、桜井先生、はい、もう1回では足りないんじゃないですか。本当ですね、よかったですね。ありがとうございます。ありがとうございます。